ハリソン軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は18,846人であり、2000年の17,983人から4.8%増加した。軍庁所在地はシンシアナ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。1794年に設立され、軍名は ケンタッキー州の州昇閣に尽力し、ケンタッキー州憲法を共同執筆した州議会議員ベンジャミン・ハリソン大佐にちなんで名付けられた。ハリソン軍は1793年12月21日にバーボン軍とスコット軍の一部を合わせて設立された。軍名は地域の初期開拓者ベンジャミン・ハリソン大佐にちなんで名付けられた。 1864年6月11日から12日、ケラー教の近くでシンシアナの戦いが起きた。初日に、南軍のジョンハント・モーガン将軍と、その1200名のケンタッキー周期兵が町を占領し、北軍の守備兵と第171オーハイオ不評連隊全部を捕虜にした。モーガン隊は、弾薬が乏しくなっていたにもかかわらず、町に泊まり、 前進してきていることを知っていた敵軍と戦うことを選択した。北軍のスティーブン・ジーバー・ブリッジ将軍と、その2400名の騎兵及び、騎馬不評が、翌朝モーガン隊を攻撃し、数で劣る南軍を、町から追い出し、捕虜を解放した。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は309.88平方マイルであり、 このうち陸地309.68平方マイル、水域は0.20平方マイルで、水域率は0.06%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。